モデルプレスイコール2024年6月8日、EXILE3 代目 JSOUL ブラザーズの岩田竹則が7日放送の TBSKA スタジオプラス毎週金曜夜11時に出演。意識しているボーイズグループを挙げた。写真、岩田竹則、意識していたボーイズグループ。岩田竹則、意識しているグループとは歌番組で共演することはあるが、 ご挨拶だけグループ同士で、個人個人でお話しするの新鮮な感じと冒頭から緊張した面持ちの岩田と MC の藤ヶ谷大介。よろしくお願いしますと頭を下げ合った。同世代である三代目 J ソウルブラザーズとキスマイフット2。藤ヶ谷からは早速、アイドルってどう思ってるの皆さんから見た、キスマイフット2ってどう見えてるのかなと率直な質問が上がった。岩田は、 ずっと見てますよ同世代として同じ業界でやっているボーイズグループとしてすごく意識はしてましたと告白またストリートダンサー上がりのパフォーマーとオーディションで選ばれたボーカルっていうところがうちのプロダクションの始まりとアーティスト活動がメインとなるため活動内容の違いがありそれゆえリスペクトしていると口に岩田は バラエティ番組とかを含めた全部をやるってできないそういう世界で戦ってるっていうのがリスペクトしますとアイドルやキスマイフット2への尊敬の思いを語った。藤ヶ谷大介、三代目 JSB は、プロ魂、藤ヶ谷は、すごく嬉しいですねと岩田のコメントに感激した様子。僕も同じような感覚だといいエンタメをやるっていう大きなくくりでは一緒だけど、なんかちょっと人事ではないような、 どこか仲間のような意識もあったのだという藤ヶ谷が黒魂みたいなのは感じてましたと絶賛すると岩田はありがとうございますと互いに褒め合い笑顔を見せていたモデルプレス編集部